道人身事故ニュース速報です。東京メトロ丸の内線はお茶の水駅での乗務員トラブルの影響で上下線の一部列車で運転を見合わせています。乗務員手配の状況により再開見込みは大幅に前後することがあります。振り替え輸送利用可能です。丸の内線の乗務員トラブルは体調不良みたいです。 SNS ではそれは仕方ない、休んでほしいなどのつぶやきが多く、心配の声がたくさん上がりました。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。